札幌焼きカマート札幌焼きはかつて札幌市で生産されていた陶器。札幌で陶器を焼こうとする動きは明治の末頃からあり、1899年にはエゾ陶器合資会社が設立し、1903年には北海道大化レ連ガ合名会社が本店を置いている。大正時代に入ると、1914年に札幌陶器製造株式会社が設立したが、 翌1915年に中江健次郎によって買収され、中井陶器工場となった。当時、狸抜工事には南部忠平の父、源造が当主を務める三国屋、南部源造商店があり、中井はその支配人の地位にあった。中井が源造の後ろ盾を得て、陶器工場を始めたのは、種類を扱う三国屋にとっての必需品であるとく亀、茶器などを生産するためだった。 こうして始まった札幌焼の歴史は長くは続かなかった。大正の末頃に三国屋が閉店すると、後ろ盾を失った中井東器工場もまた閉鎖を余儀なくされたのである。その後40年以上が経過するうちに札幌焼の存在は忘れられていったが、旭山記念公園の道路や駐車場を造成中に、レンガ製の上り窯が発掘され、再び火の目を見ることとなった。 長カマロとは札幌、ふるさと文化百選のナン、no. バー048として選定されている。戦後は、中井陶器工場の中心的陶工だった和久井構造のおいである和久井達夫が、同立工業試験場で陶器の研究を行い、定年退職後の1977年には、大正期の陶器の破片をもとに札幌焼を復活。1982年の枠井達夫の死後には、 信仰のあった、東ず直が、札幌焼きを受け継ぎ、札幌焼き版形容として、作品制作を行っている。東ず直は昭和45年に、北海道岩見沢拳焼き、初代当主、山岡三州の下に、弟子入り。山岡三州は、北海道陶芸会の設立発起人代表、北海道陶芸会初代会長、久井達夫会員、その関係により、 枠井達夫と、あずまかずなとの信仰。枠井達夫の死後、再び札幌焼きは衰退の危機に陥るため、信仰のあった、あずまかずなおが、枠井達夫の妻、武子の元を相談に訪れ、以前から枠井達夫の元を行き来し、信仰があり、もともとは、弟子と変わらない中、あずが、後世に、札幌の焼き物として、札幌焼きを受け継ぎ後世に伝えてほしいと託される。 エンハット ABCDE 君二戦後、p 5 0君二戦後、p 5 1一品線個性が光る北の大地の器北海道札幌の焼き物から TV 出たくらありがとうございます